こんにちは、Gです。今回は Linux デスクトップのお話。Linux ではディストロにかかわらず複数のデスクトップが用意されています。例えばラズパイ版のマンジャロでは画面のようにデスクトップは GNOME、KDE Plasma、Mate、Sway、Xspace の5種があります。GNOME と KDE が最もポピュラーで、Mate は GNOME の拡張版という位置づけですね。Sway はタイリングウィンドウなので、好みが分かれるデスクトップです。Xspace は軽く高速と言われていますが、本当なんでしょうか？逆に KDE は重いんでしょうか？ Xspace と KDE を比較しながら検証していきます。はじめに画面の URL は Xspace の公式サイトです。サイト情報によれば最新版は Xspace 4.18。軽量デスクトップ環境で魅力的な見た目と使い勝手の良さを保ちつつ高速でシステムリソースの使用が少ないと言ってるんじゃなくてそれを目指してるそうです。もちろん軽い重いだけで優劣が決まるわけもなく好みや目的に応じて好きなデスクトップを選べばいいんですけどね。ところで Xspace の発音は XFCE が正式なんだそうです。 Xforce または Xface と呼ばれることもあります。この動画では Xspace と呼んでいます。さて Xspace は本当に軽いのかメリットはあるのか実験です。テストは Xspace と KDE を比較しながらインストールから行います。テスト機材はラズベリーパイ4 4GB で画面のトランセンドの SD を使用。ラズベリーパイイメージャーで画面のディストロを焼きました。初期設定の後、常用できる程度の設定を行います。Xspace、KDE Plasma、いずれも同じ設定を行いました。まずは最新版へのアップデート。続いて、役分けのインストールと設定。役分けは KDE では問題なく動作しますが、Xspace ではスペースが空いてしまう問題があり、利用できません。これは残念。KDE、Xspace、いずれも同じ要領でインストール、設定を行います。日本語入力は画面のようにタイプしてインストール。さらに画面のようにタイプして文末に画面の3行を追記して保存。オーバークロックは画面のようにタイプして文末に画面の5行を追記して保存。それから画面のようにタイプして HTOP と NeoFetch もインストールしておきます。次は CPU の
温度表示アプレットのインストールです。 KDE プラズマではソフトウェアの追加と削除でサーマルで検索して画面のアプレットをインストールしてウィジェットを追加からインストール。 Xspace の場合ソフトウェアの追加と削除で Xspace4-sensors で検索して画面のアプリをインストールするんですが、このアプリパネルに配置できないので常時温度表示には使えません。日本語の仕上げを行いましょう。 KDE プラズマではシステム設定の地域の設定から入力メソッドで日本語・英語の切り替えキーを設定します。 Xspace は日本語入力はできますが Phytex 設定が動作しません。日本語・英語の切り替えは半角・全角キーで利用するしかありません。以上で設定は終わりです。KDE と Xspace を比較してみましょう。ネオフェッチでシステム概要を確認します。カーネルバージョンは同じ。パッケージ数は KDE が少し多いですが、大差ありません。最初に再起動からログイン画面が表示されるまでの時間を20回計測しました。結果はご覧のように若干 Xspace が早いんですが大差ではありません。 SD 起動での差なので X86 版の場合時間差はもっと小さくなると思います。 HTOP でプロセスを見てみましょう。起動時のタスクは2桁なのでどちらも少ないんですが多くがスリープしています。実質動作しているタスクはどちらも1個だけです。ロードアベレージはシステム全体の負荷を表す指標です。3個の数字が表示されていますが左から1分平均、5分平均、15分平均です。ロードアベレージが3以上になれば問題なんですがどちらも値は十分小さく軽快に動作することを示しています。まとめです。起動時間に差異があるのは Xspace のパッケージがより小さいからだと思います。しかし並べて比較してみると軽く速いという点で Xspace が優位と言える材料はありません。 Xspace が軽く速いというのは CPU が非力でメモリーが少ない時代の話じゃないでしょうか。言い換えればその時代には他のデスクトップは重かったんでしょう。今回のテストはラズパイという非力なデバイスでの評価です。そんな環境でも Xspace の優位性は感じられませんでした。逆にインストールにおいては不都合も散見されました。またディスプレイマネージャーは Xspace は X11、KDE は Wayland です。今後のアプリ展開などからも Xspace にこだわるより KDE や GNOME の選択が正しいように思います。ご覧いただきありがとうございました。台湾の友人からの情報です。今年はコンピューテックスが5月末に開催。コンピューテックスは世界最大規模のコンピューター関連の展示会です。
今年はコロナの待機規制もないそうです。参加予定の方は事前入館登録をお勧めします。展示会以外にも食事やコンファー電気街、夜市など台湾ならではの楽しみもあります。電気街は値段交渉するとか日本との違いを楽しめますよ。でも中国製のわけわからん製品は台湾にはあまりありません。そう、やっぱり台湾は中国とは違うと感じます。ではまた次回。